ピアノ競争曲 A 派単調作品45は、エミー・ビーチが1898年9月から1899年9月にかけて作曲したピアノ競争曲。初演は1900年4月7日のボストンにおいて、ビルヘルム・ゲイリケの指揮、ボストン交響楽団の演奏で作曲者自身の独創により行われた。音楽家のテレサ・カレーニョに検定された本作は、 アメリカの女性作曲家による初のピアノ競争曲となった。検定を受けたテレサ・カレーニョは、ビーチに親しみを込めた手紙をしたためるも、工業主がことを唱えたためこの競争曲を演奏することはなかった。ビーチ自身が本作の普及に努めねばならなくなり、1913年から1917年にかけては自らソロパートを弾いて9つの還元楽団と共演。 その中でも、ドイツでは目立った成功を収めている。1900年の初演の頃、批評家のフィリップ・ヘールは、ゲール風公共局からの期待に反して、ほぼ全面的に期待外れであったと記している。一方、本作は、現代の批評家からは見逃された傑作と評価されている。ボルティモアん氏のフィルム・グリーン・フィールドは、色彩豊かで異性の良い作品であり、 もし十分な人々が耳にする機会を持てたならば、非常な人気を博すかもしれないと評している。サンフランシスコクロニクル氏の女子はコズマンも、作品を褒めたたえ、次のように述べている。曲の四つの楽章は、何事もなく、まとめられているわけではない。美しくかたどられた旋律、まっすぐにリズミカルな輪郭、そして活発で時に、蝶々発信なソロとオーケストラの掛け合い。 ピアノパートは、ビルトゥオーゾものが要求するにふさわしい聞き派へと難度を有するが、同時に、そこには、痛ましさの要素も覗かせる、大作品中で、最も外面的なパッセージにも影を落とすかに見える、抑圧的な感覚である。グラム本誌のアンドリュー・アチェンバックも、同様に、本作を、野心的で、並外れて、印象的であるとしてこう述べている。発展的終始性を見せる。 アレグロモデラートに出発し、陽気なペルペトムモビデスケルゾ、陰鬱なラルゴが続く。フィナーレは、喜ばしいスイングを伴っている。事実、本作は全般にわたり取り組みがいのある異業であり、かつきらびやかでいかにもな独創の処方で満たされており、過去の3つの歌曲からの主題を融合させるという、自助伝のような戦略が加えられている。約37分。ピアノ独創、フルートに、 オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、弦5部。そなた形式。作曲者本人は、楽章の内容について、次のように記している。最初のアレグロ、モデラートは、真面目な性格で、ピアノと還元楽が2つの主要主題の展開の中で、互いにすり合います。その第二の主題は、歌のような性格です。 学章の終わり近くには、独奏楽器のために豪華にあつらえられたカデンツがあります。まず、オーケストラが静かに第一主題を奏して開始する。フレー1続いて、ピアノが堂々と登場する。ポコピュートランクイロから経過的なエピソードが続き、大きく盛り上がった後で、第二主題が補聴調に出される。この主題は、自身の歌曲、 ジュンヌフィーユイジュンヌフルール作品1から4からの引用である。原曲は若い娘の亡骸を埋葬する父の嘆きを歌う歌である。フレーニ主題はバイオリン独奏によって歌い継がれる。アニマートから勢いを取り戻し、両方の主題を用いた精力的な展開が行われる。ピアノがオクターブの連打により先導する中、第一主題が還元楽により主張で再現される。 勢いを維持しつつ、第二主題が、英波蝶々とエンハーモニックの関係にある、変二蝶々で再現され、次第に静まって、カデンツァとなる。その後は、主に第一主題を用いたコーダによって、劇的に閉じられる。ビーチは本楽章を次のように解説している。第二楽章のスケルツォは、無休道という副題を持ち、オーケストラが背景で、 弦楽器によって旋律を奏でるのに対し、ピアノパートは一貫して、小粋な練習曲風のリズムを奏でるという構成です。短い楽章で、第一主題が最後に戻ってくる前に、簡単なカデンツが置かれています。旧小節の還元楽による導入に続き、ピアノが無給動的な音形を弾き始める。その上に、フレーさんの旋律が奏されるが、これは、彼女の歌曲、 エンプレスオブナイト作品2から3から取られている。この歌曲は、ビーチの夫の死による作品で、彼女の母親へと検定された。フレーサンピアノの独奏部分があることを除き、ピアノが気ままな音形を弾いて、還元楽が旋律を奏する構図は楽章を通じて、変化せず、ピアノの長いトリルからあっさりと完結する。ビーチ自身の解説は次の通り。 感情学章は暗く、悲劇的な愛歌で、熱情的なクライマックスへと上り詰めた後、非常に穏やかな推移を経て種学章の明るく、活発なロンドへ至ります。6小節の重苦しい助奏に続いて、クラリネットがフレイオンを歌う。この学章の元になった、歌曲、トワイライト作品2から1は、作曲者の夫が詩を書き、夫に検定された作品である。 フレイユンピアノが入るカンタービレでフレイユンを装飾的にそする。その後頂点を迎え、ピアノのアルペッチョに乗って、フレイユンが再現される。アタッカーで次の楽章へ接続される。ロンド形式。発想標語は、流麗に、軽快にといった意味である。まず、ピアノの独奏で、フレーンが提示される。フレーン還元楽が引き継いで、フレーンを奏した後、 直ちにピアノで明るい次の主題が提示される。フレー録還元楽と役割を交換して繰り返し、半音階パッセージによる小規模な過電差が挿入される。ピアノの華麗なパッセージを伴って、フレー語が再現されると静まり、レントとなる。作曲者は以下のように解説している。終了前に、愛カの主題が異なる発展をした形で再現し、すぐさまロンドが復活。 そしてこうだとなります。まもなく、フレー録が回帰し、最後はポコピウモスソとなって、祝祭的響きの中で全曲に幕が下ろされる。ありがとうございます。